はい、今日なんですけれども、今日は、クモですね、タランチュラを開封していこうと思います。まだ小さいので、今は見たところ3センチぐらいの小さな個体なので、これに入れようかなと思っています。これ蓋はしっかり閉まるタイプで湿度は保ってられるような作りになってますので、これがいいかなと思ってます。でですね、個体はそんなに有名じゃない個体みたいなんですけれども、学術名で書いてあって、ちょっとね、分かりにくかったので、名前がブラジリアンジャイアントブロンドっていう名前です。で今まあ3センチしかないので全然ジャイアントって感じしないですけどね、大きくなると8センチから10センチぐらいになるそうです。まあこれぐらい、こんなもんかなになるそうです。で、ね、寿命ってクモって長いんですね。10年ぐらい生きるそうですね。で、多湿系の、タランチュラなので、ちょっと曇っててね、分かんないかもしれないですけども、こんな感じなんですよ。曇ってて何も見えないね。ちょっと後で開けてから、見ましょうか。学術名はナンドゥ・ベルフィヌスって書いてありますね。ブラジルに生息するタランチュラで、ちょっとタランチュラとしては 大きめの方なのかな。成長すると8センチから10センチくらいなので、寿命の10年っていうのはタランチュラにしてみたら普通よりは短めなんだって。もっとタランチュラって長いんですね、寿命は。でですね、これなんでこれを選んだかと言いますとですね、成長するとピンクくなるんですよ。ピンクい、毛が生えてくるみたいで、ブロンドっていうのにはピンクくなるんですよね。変わってますね。で、先ほど、もう開けてますけれども、使うのはプレミアムパームっていうね、天然ヤシ柄保水性の脱臭効果もある油化剤、これを使います。で、水はこの小皿に入れて、これも溺れてしまわないようにこの水苔で、足場を作るというような感じでやっていこうと思います。で、まず、ヤシ柄を下に引きます。今はね、こんなちっちゃいので、この小さな虫かごを入れてますけれども、大きくなってきたら一回り大きいのに変えようと思います。ここに水苔を。水入れを常に設置しておいて、床材は乾燥気味の方がしっくりくるようですと。床材をべちゃべちゃにしてしまうと餌食いが悪くなったり、壁面に、張り付きっぱなしになったりと、良くないそうですね。このヤシ柄のところは乾燥気味にしておいて、この水入れの中だけ濡らしましょうか。
セッティングはできました。あまり流通は少ないみたいですね。まあ普通にペットショップで買いましたけど、あのまあデータスコーンにしてるんで大きいところで入れましょうか。大きいっていうほどまあ大きかないけど、ほら言って。一応ね、あの床材だけだと殺風景かなと思って、木の棒だとかね、あの葉っぱも拾ってきているので、それを入れようと思います。めっちゃちっちゃいですけど、うん、まあその辺にいるクモよりは少し大きいかな程度のレベルです。今はまあこれ大きくなったら虫かごも一回りずつ大きくしていこうかなと思います。木の枝もまあ何本かいるのか。葉っぱとかも一応入れとくか。なんかね、こうやってなってると雰囲気出ますね。まあ夜行性っていうのもあるので、まあ、今後は楽しみですね。はい、じゃあまあ今日はこんな感じで終わりにしようと思います。ありがとうございます。はい、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらをタップしてください。あとこちらにはこちらとこちら、他の動画もたくさんありますので、よかったらこちらもご視聴ください。はい、ありがとうございました。